矢上蓮のおじチャンネル。はい、というわけでですね、今日はですね、まあタイトルにもある通り、矢上蓮のファンクラブニュースです。はい、ちょっとね、1日2回動画を上げるのは初なんですけども、21日に、はい、これが解禁ということで、ちょっとお伝えしたいなーっていうことがあるので、ちょっとね、まあ短い動画なので見てください。はい、あの7月3日にですね、あのファンクラブ8ゴッズというファンクラブをやっているんですけども、その配信イベントをねやろうと思うんですけども、ファンクラブの会員さんじゃない人でも参加できる風に、そういうプランがねできましたということでね、まあ詳しくはね、ツイッターとかファンクラブにあるニュース説明文にあるところは URL から飛べますということなのでね、ちょっとファンクラブのねサイト開いてもらって、矢上蓮ファンクラブって多分ググったら出てくると思います。その8ゴッズの中でちょっと多分説明欄があると思うので、そちらも見てくださいということで、まあファンクラブはね月額500円でやっているんですけど、まあそのファンクラブ、じゃあファンクラブにいる意味ないじゃんみたいになるじゃん。でもファンクラブじゃない人はもう少し多分料金が上がっちゃうんですけど、そのイベントに参加できるということなので、まあこの機会にねファンクラブに入ってくれたらすごく嬉しいなと思います。なんかそのまあ YouTube に載せてないことだったり、 Twitter に載せてないことにも配信したりとかね、カレンダーみたいなのをね配信したりとか、はい、お誕生日にコメントが来るとかいろいろありますので、ぜひぜひちょっとねファンクラブの方も力入れていきたいなと思うし、やっぱり人数が増えたりね、コミュニティが増えれば、まあ、いろんなことができると思うので、皆さん一緒に矢上教を広めてください。なんか宗教みたいになってきたね。まあ生配信ならではのチャットとかそういうやり取りもあると思うので、7月3日のイベントはね、はい、皆さんぜひぜひ来てくださいということでね、楽しみにしております。やっぱね、そのこんな時だからこそ、こういう画面越しでも、はい、たくさん絡んでいけたらなと思うので、まあ、YouTube 見て興味持ったって方はもういるかもしれないですし、はいね、一緒に楽しいことしましょう。というわけでね、はい、短い動画になりますけども、見てくれてありがとうございます。コメントとか、まあ入り方わかんないよって、もし質問とかあればこちらのね、あのコメント欄に来て書いてください。まあ僕が答えるか、スタッフさんが答える形になるかもしれないですけど、はい、ちょっと一つ一つ対応させてもらいます。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。